昨日の試験お疲れ様でした、まあ、相当疲れたんじゃないのかなと思いますで気になるのは予想合格点ですねでこれについては別途動画アップさせていただいておりますのでそちらご覧いただければと思いますこの動画の最後にも真ん中に動画貼っておきますのでそちらからご覧いただければと思います それでは本日の3問に入っていきますえ建物が滅失した時はえ表題部所有者または所有権の登記名義人はその滅失の日から2週間以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければならない丸かツかという問題ですねでこの問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは罰ですね建物が滅失した場合 あと、建物の地目が変更した場合とか、あと、マンション以外の表題登記がない建物の所有権を取得した場合とか、その日から1ヶ月以内に登記しないといけないんですね。2週間以内ではないです。今回の問題は、滅失の日から2週間以内と書いてあるので、これが誤りです。正しくは1ヶ月以内です。で、建物の滅失の場合っていうのは、建物の滅失の登記、樹木が変更された場合は、樹木の変更登記。 あと、表題登記のない建物。これの所有権を取得した場合っていうのは、表題登記。これらを1ヶ月以内に行ってくださいよっていう話ですね。これらすべて頭に入れておきましょう。で、上記っていうのは申請時期が1ヶ月以内って定められているんですが、定められていないものもあるんですね。それ何かっていうと、表題部所有者の氏名だったり、住所だったりを並行した場合です。つまり、 氏名や住所の変更登記っていうのは申請時期が定められていないので、変更登記自体、絶対にやらなければいけないっていうわけではないってことなんですね。義務ではない。任意だということです。この点も併せて覚えておきましょう。で、問いにですね、重要事項説明です。現地案内所を設置して、そこで重要事項の説明をさせようとするときには、 当該説明は案内所に掲示されている標識に記載された専任の取引士でなければならない、○か×かという問題ですね。答えは×です。まず案内所等で契約したり申し込みを受けたりする場合、成年者である専任の取引士を1名以上置かなければなりません。まあ、これは基本事項ですよね。これは絶対に頭に入れておきましょう。そして案内所等で重要事項を説明する場合、 この、専人の取引士でなくても構わないんですね。まあ、通常の取引士、専人でない取引士であったとしても、重要事項説明可能です。なので、答えはバツになります。で、千人の取引士と取引士、まあ、普通の取引士ですよね。の違いについては、個別指導で解説させていただきます。でちなみに、宅券合格者イコール取引士じゃないんですね。ここをちょっと注意しましょう。まあ、取引士って宅券士って言われるもんですね。これ、イコールではないので、この点注意してください。 卓剣に合格しますよね。で、その後、知事の登録を受けます。で、取引証の交付を受けます。で、これでめでなく取引士です。まあ、登録を受けたら取引士っていう考えもあるんですけども、ただ、この時点では取引証がないわけなので、取引士としての仕事はできないんですね。その点が頭に入っていれば大丈夫です。で、3番ですね、開発許可です。開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止したときは、 地帯なく都道府県知事の許可を受けなければならない〇か×かという問題ですね答えはバツです開発行為の廃止は地帯なく知事に届け出るだけでいいんですね許可までは要りませんこのようなひっかけ問題って宅検試験の作成者は好きなんですね許可と届け出の違いですねなんでしっかりこの部分、えー、問題文を読んで回答していただければと思います 細かい部分については、この無料動画ではちょっとお伝えしていませんので、細かい部分まで理解したいと、で、卓球試験絶対合格したいというのであれば、個別指導をご検討いただければと思います。この動画の下の概要欄の方に個別指導の概要ありますので、ご確認いただければと思います。来年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。